燃ゆる時は、高杉亮によるビジネスマン小説。東洋水産が海外進出を果たした際の苦悩をもとに描いたノンフィクション小説ともなっている。文庫本は多数の出版社から発刊され、後に続編に位置づけられるザ・エクセレント・カンパニーも毎日新聞社や角川文庫から発刊されており、本項ではそちらについても合わせて記述する。続編のザ・エクセレント・カンパニーと合わせて、燃ゆる時ザ・エクセレント・カンパニーとして映画化され、2006年2月11日より公開された。燃ゆる時ザ・エクセレント・カンパニーのタイトルで2006年に公開された日本映画。燃ゆる時とザ・エクセレント・カンパニー、新燃ゆる時を原作として制作された。アメリカに進出した会社の立て直しを任された営業マンの家族や上層部らとの対立を描きながら、その会社が再生していくまでを描く内容となっている。当初はアメリカで撮影する予定だったが、テロによる入国審査が厳格になったことから、オーストラリアに変更し大半を取っている。キャッチコピーは、守りたいんだ。信じてくれた人たちを。食品会社、東貴水産は、即席麺を主力とした経営戦略で規模を大幅に拡大し、今やアメリカに進出するまでになっていた。しかし、アメリカでは安価なアジア企業に押され業績は低迷の一途をたどっていた。この事態を打破すべく、営業マン、川森清を渡米させ、立て直しを図ることになった。幹部やフル株社員との対立や、アメリカとの摩擦問題、そして自らの家族のことなどのトラブルを解決していき、次第に工場の経営は軌道に乗り始めていく。ザ・エクセレント・カンパニーに関するカテゴリー、燃ゆる時ザ・エクセレント・カンパニーに関するカテゴリー。ありがとうございます。